こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はマイライフ、王子の続きやっていきたいと思います。今日はカレンダーを見ていきましょう。現在ヤクルト16連勝中、8月19日で8月は15勝0敗負けなしです。今年のヤクルトは一味違うということで、王子負け知らず、今日も頑張ります。ということで、まずは中日、そして横浜戦、合計6試合やっていきましょう。16連勝中よ。って言って早速負けたら笑えるよな。エースと4番だから大丈夫。さあ、やっていこう。いきなり1点取って、今井さん3-1に、変化球はわからない。でも一発を持っている。ってことはあるぞ。はい、チェンジアップ。オッケー。2-3、フルカウントになって、四球がついた。フォアボール。ど真ん中に来てほしかったね。そして勝っている。あと、赤い疾風のようにもね、確かミッションやっていたので、まだここまで OG バット振っておりません。振るのは夜だけ。下ネタか。大丈夫。セーフアウト。OG 間に合わなかった。やばいやばい。とりあえずね、ヒット1本打ちたい。グレイナー、確かグレイナーは確か縦スラ、うい、入ってる。一発持ってるから期待していいかい。オッケー、スライダーだね。完璧。とりあえずまた1日1本を継続させていく。これが OG のパワーや。ベイカー、ベーカーストリートのボレー、めちゃくちゃ好きですね。コナンの中でも名作と言われているが、一番好きなのはレクイエムだ。勝てるかな、勝てるかな。ノロさん、ノロさん、3-2-2。なんか眉毛と目がおかしくないか、この子。なんか眉毛がほら、なんかおい、悪口言ったからか。オッケー、はい、解消。いい感じですね。おじいもホームラン、そしてデッドボールが痛かった。ファーボールもあったね。大丈夫大丈夫、体の心配してね監督。17連勝、負け知らず、いいね。出た、いつも通り10万。おじい金なくなるから、そんなことはないか。では広島のスポーツ治療院行きたいと思います。ここのレベルを上げつつマッサージを受けておこう。体力回復をねしっかりとさせて。全然回復しねえや。ではまた試合や、張り切れ。さてまた打っていこうか。1回に先制点欲しいね。3-4-4、作成 OK。 絶好調の 148A、 総変化が10、優秀だね。ナイバッチ、よし1点取る、追いつかれる。しかしここは1点は確実に取れる場面だ。サクチェとチェンジアップあるね。あー、ミスったー。大丈夫大丈夫、点取ってる。勝ち越して、ここセーフティーいっちゃおうかな。 OK、 ナイバッチ。これ3ついけるんじゃないか。あー、足、おじいの前が遅えな。いや、早い早い早い。おじいもホームに突っ込む、突っ込、ごめんなさい。いやー、ナイスナイスナイスラン、おじい、まあ、勝てばいいから。17連勝中のチームだからね。おいおい、抜けない、ゲッツー。これはやっちまった。大丈夫だろう、大丈夫だ。おっと、追いついて勝ち越して、大丈夫大丈夫。対左 B だからこっち。4-2-1 4-2-1、おい、めっちゃ曲がる、助かるわ。オッケー、これはいった。勝ち越しか、勝ち越しか、勝ち越してはいる。おじいが回る回る回る、3ついく3ついく3ついく、もう一個行く、もう一個行く、回って止まる。よっしゃー、オッケー。1日に2本のスリーベース。あれ、もしかしたらさ、サイクルヒットも狙えた説あったよね。でも今3安打だったか。まあ、じゃあダメだ。18連勝。オッケー、パワーがつく。そしていつもと、お、山本由伸さんですね。これはもう10万はいいわ。これはエースですからね。エースじゃないけどもエース。で、電話。なんだ？あ、そうだそうだ。三塁打の記録抜いたよ。何をくれるのか、ささやかなプレゼントで。
平野グラブ、おお、確認しよう。暑い日が続いて温泉、うーん、いいね、千里と生きて。ではテレビ局行きたいと思います。ここもしっかりと通っておく。ノーギャラでもファン人数増えるからいいんだよ。こちら平野のグラブ、走力プラス6、守備力プラス4、試合出場時レーザービームの経験値ということで、レーザービームは持ってますね。早く高速レーザーが欲しい、なのでこれはつけません。ということでまた試合行きましょう。この試合が終わったら休みだ。そしてライバル対決イコールチェンジアップだ。よっしゃー、また打ってやる。てか普通に強いね。一発あるから、オッケー、一発ですね、一発ですね。でも今変化球だったね。カットとかそんな感じだったかな。横に曲がる変化だったね。はい、もう勝ち、あざす。変化球わかんねえや。あ、普通のスライダーだったね。ワンワンになってから狙うはスライダー、いったわ。オーケー、これがおじいのパワーだ。今日も調子いいな。前回のパートもホームランめっちゃ打ったんだけど、1日に5本打ったんだけど、あ、出た出た、またこの目、早くも追い込まれてしまった。スライダー、うめえ。3球勝負は甘すぎる。いや今ボール球か、いや入ってたよな。あの位置にあのくらい飛ぶってことはストライクゾーンだよな。あざす。いや余裕ですね、強いねヤクルト。任せておけ。よいしょーっと、これも結構ずれてたけども、パワーがある、入る、ギリギリ 113m。 いや、4打席連続、この前のパートは5打席連続まで打てている。あー、6打席はないかな。ベイカー、ベイカー、ベイカーストリートのボレー、チェンジアップ、あー、ダメだ、やべ、左遷。どうだい、終わる。圧倒的大勝利ですね。これでまた勝ちを伸ばしてチームが19連勝。すげえ、すげえぞおじい。でどうせまた、お、まずはこっちはね、ライバル対決の話。そしてどうせまた来るであろう、ほらほら、毎日10万、たかりすぎだ。どんな店行ってんのか教えてくれ。では移動して、ここで練習はしない、寝る。おじいは寝る。ですぐに試合だったか。おお、デーゲーム、なるほどね。さてと、2位横浜とマジックを一気に縮めるチャンス。よっしゃー、また打っていくぜ。まあビジターですからね、連続。あ、出た、マサルくんなのか勝くんなのか、どっちなんだ。走る、はい、余裕でアウト。おい、盗塁アウトをしてしまったようだ。おじいは何もしてないのにな、盗塁アシストしてやればよかったか。盗塁アシストなどいらないけどな。あいった、どうだい。あ、これペンチョクだ、ペンチョクだ。走れー走れー、いけるいけるいける、3つ、セーフ、オッケー。いいねいいね、だいぶいい感じ。あー、負けてる負けてる、ここで逆転ホームラン。カットね、2018のデータなのでカットは沈まないです。オッケー、いい、逆転、超えるか超えるか、超えた、おお、来たー、素晴らしい。飛距離 152m、 152号、素晴らしい、ビンゴ、逆転、やったぜ、最高ですね。おじい今日もやばい。はい、盗塁アシストなどしない、またか、勝手に盗塁失敗しやがって。しかも追いつかれたし、マジか、余計なことするんじゃねえよ。あ、これダメかな、これダメかな、落ちるかな、落ちない、やばいよ、負けちゃうよ負けちゃうよ、負けたくねえよ、かもしたらダメだよ。めちゃくちゃ牽制します。なので、あーっと、これは畜生、おじいをアウトにしてきたか。おおおおい、勝った、チーム20連勝、やばいね、えぐいねこれ、すげえ。まあおじいの逆転ホームランが良かったんだけどね、
ヒーローインタビューに呼ばれたのか。あ、やった、赤い湿布のように。そうだそうだ、クリア。何くれる？ベーランスパイク。いらねえ、本が欲しいんだよな。では元祖神主打法の行丸1やっていきましょう。めちゃくちゃ簡単なミッションだからな。合計10塁打、1試合10塁打は簡単。もうさ、本当にみんなたかりすぎ。では牛丼屋行きたいと思います。レベルが上がる。いや、ここの牛丼屋は超高級肉使ってそうだね。2万ですからね。よしよし、レベルを上げていけ。ということで連戦かな。いや、あ、デーゲームだね。日曜日だ、デーゲーム。お、このヒゲ、このヒゲ屋敷さんですよね。おヒゲの方いらっしゃい。 OB の前で活躍ができれば、おそらく本京山さんはね、サクチェだったはず。スライダースライダースライダーサクチェ、 OK。 スライダー、高速スライダーサクチェかな、カットかな、 OK。 カットっぽかったな今な。 OK、 これで屋敷さんからアイテム、多分屋敷さんのスパイクかなは持ってると思うんで、できれば本が欲しい。野球偉人伝が欲しい。偉人伝という名の基本能力なんだけど。教えておじいさんチャララ教えて。やばい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 、今のはもったいない。いいねいいね、勝ってる勝ってるよ。21連勝しちゃおうぜ。 OK、 これでもう屋敷さん確定ですね。いいね、素晴らしい。これがおじいの力やパワーやテクニックや。スライダーとスラブだったっけ。カットか、オーケー。カットを打ちたい、打たせて。これは伸びる、すげえ打球だな。いいね、回る回らぬ。さあ勝つのか、めちゃくちゃ。おっと、綾部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 はチェンジアップ、チェンジアップ JK キラー、性欲大魔王打ち、おじい、オッケー、満塁ホームランです。これはもうね、屋敷さん問答無用にね、いいものくれるわ。もう一本いく、3本打ってっからな。あ、やべ、急にしょぼくなった。なんかボッテボテがね今日あるね。はい、勝ち、本日3ホーマーザース。屋敷さんから何をくれる、何をもらえるのか。8打点えぐいね。まあ、満塁ホームラン打ってるからな。ということでファンも増えて、マジックが10、イエーイ。そうか、直接対決だったしね。はい、1日で終わり。スプレーバット流し打ちだね、終了。まあ、いろんな経験値これが入るのがありがたい。では最強助っ人に並べ丸3、これやってみたいと思います。打点ミッションなんだけれども、今何試合連続で打点上げてるのかちょっと分かんないので、試合前に確認。さあどうだ、上級打撃術あざまーす。いいね、素晴らしいわ。やべ、全日これ来るやつか。勝てば毎回来るよね、やば。では鉄火巻き屋行きたいと思います。またまたマイナーなお店やね。これで十分でしょう。あっと、不調に落ちてしまった、大丈夫か。ではオークション会場行きたいと思います。もうね、最近毎回ここに来るようにしてる。赤星の351盗塁の達成の時のスパイク、すげえじゃん。欲しいけどおじいの方がすごいっていうね。はい、450万。まさかこんな早くね落札できるとは思わなかったので、ちょっとねスキップをしようとね、カットしようと思ったんだけど、まさかの450万で終わっちゃったよ。いや、もうちょい高くてもよかったんじゃない。そしてレベマになる。でミッション確認しておくと、あと2試合ですね。打点を11試合連続で上げる、あと2試合です。今日はあと1試合だけなので、次回のパート達成できるかどうかですね。ということでラストはなりきりプレイでいきましょう。さあ一気にマジックを縮めるチャンス。
さあまた打っていこうか。まず打点を上げるためにはホームランだね。デクスターはナックルカーブとスプリットだったはず。スプリットがね1から2に上がったってこの前言ってたから、ナックルカーブとスプリット OK。 どうだい。わー惜しい。回れ回れ回れ、回らない回らない、打点上げられない。さあなりきりキャッチャーや、なりきりキャッチャーでしっかりと抑えていく細川さんね。多分選球眼もあるんじゃないかな、サクサクセス情報。 OK。 岡本さん、あこわ、ファーボールか。うーん、カウントがね結構不利なので、あーラッキー、打ち損じてくれてありがとう。アウト。さあここ抑えようか、低め、あーっとペア、マジかー、ボール球で勝負いったんだけどな、甘かったか。ついに先制、あーやばいやばいやばい。打点ミッションはいけそうだけど、ついに負けるのか。オッケー、ナックルカーブ完璧、思ったよりも曲がんなくてよかった。今余裕で今ゴロ打っちゃいそうなね、あの手を出したらだったんだけど、ツーアウトだからな、ここ抑えたいな。クリーンナップには回したくないと、失投、行き上がった。超ドルリー、超ドルリー頼むよ。スクリュー追い込んだよ、よし、あーよかった、助かった。岡本さんには回したくなかったしね。でここで勝ち越しを打つ、デクスターデクスター、ここでホームランを打つ、完璧なストーリーの出来上がり。ナックルカーブ、風に乗って乗って乗ってきた、157m の157号、ぴったんこカンカンや。これは勝ったかな。そうだ、なりきりプレイでしっかり抑えなきゃいけないんだ。さっき打たれたんだよな。てかさ、ゴリラ多くない、マイライフ。よし OK、 いいね。岡本さんだ、やべえ、ここ怖え。ツーシーム、いったー、何塁ホームラン、やっちまった、岡本さんよ。ここはもう完璧にやられました、もう負けです。ツーボールノーストライク、ランナーは1人。うわー、うまいけど、マジか、いい当たりすぎた。いや打球が上がんなかった、連勝が止まった、連勝が止まる。オーケー、左遷左遷、本当にOGのなりきりプレイが悪かった、それだけです、反省だ。殿崎さん3打点、嘘だろ、岡本さんの勝ち越し満塁ホームランじゃないんかい。ヒーローインタビュー、 5-4 でよかったんだけどな、 OG は打ったんだけどな、打たれたね、なりきりプレイが悪かった。以上、金が入る。では空き地行きたいと思います。体力があるので、ここは穴掘り4回、 OKOKOK、 4回掘って、まあまだね全然届きはしないんだけれども、パワー経験値をしっかりともらって、あざーす。今日はここまでにしたいと思います。打率もホームランも打点も今日は荒稼ぎだったね。そして最強助っ人に並べ丸さん、こちらはあと1試合なので、まあ普通に普通にやればクリアできますね。ではまた次回のおじいもお楽しみに。バイバッチ。